おはようございます。誰が呼んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。現在の日付と時刻はですね、7月1日の朝の9時10分を過ぎたところでございまして、本日の動画はですね、リアルタイムで投稿する動画となります。現在私はですね、うるま市のぐし川にあります、場所を見たらですね、全国植樹祭記念の森というところにね、こう初めて、動画撮ってますけれども、これですね、ちょっとあの石石が見えますね、石碑っていうんですかね、これがここにね、全国植樹祭記念の森というふうに書いておりましてですね、私は、これからね、まあ、あのカラオケ屋さんで、練習に向かう前に、今日は、動画を回しているということでございますが、皆さんセミの声が聞こえますでしょうか。沖縄は梅雨も明けてですね、すごくもう本当に夏日が続いておりまして、まあでも今現在ね、この7月1日のね9時過ぎはまだね、そんなにこう蒸し暑いというよりも風が気持ちよくて、なんかね、過ごしやすい夏という感じでね、背景に見えるあの木のね葉っぱなんかもね、とっても皆さんね楽しんでいただけるんじゃないかなと思うんですが、はい、いよいよ7月入りましたね。2023年もいよいよ後半戦のスタートといった感じでございますけれども、はい、大交流会が、終わりました。6月29日ね、迫水秀樹との大交流会が終わりましてですね、まあ、あの僕の中でね、まあ、大交流会というあの名前はね、4年半続けてきたんで、別に変わり映えのない大交流会という名前なんですけれども、ただ僕の中でね、この6月の29日の大交流会からですね、まあ、ゴジラじゃないですけどね、ゴジラが庵野秀明監督で新ゴジラという名前になったみたいにですね、僕もちょっと新大交流会といった気持ちで、まあ、新しい試みをやったりとか、まあ、自分の中でもね、こう準備もね、少しいろいろ工夫したんですよ。まあ、その中の一つはですね、6月29日の大交流会からですね、参加してくださった方には、T シャツとかスケッチブックに、まあ、サインとかね、メッセージを書いてもらうことにしまして、今持ってきてるんですけれどもね、このスケッチブックにね、6月29日に参加してくれた迫水くんがね、こうやって迫水秀樹がね、書いてくれましたね。これは6月30日ね、大交流会終わって翌日に書いてもらったんで、日付6月30日になってますけれどもね、こんな感じでね、迫水にね書いてもらいました。そしてあと T シャツもありますよ。 T シャツシャツですね、シャツにもねサインを書いてもらいまして、見えますでしょうか。ちょっと風で揺れますかね。こんな感じでね、シャツにもね、はい、こうやってサインやメッセージを書いてもらって、なんかこれからね、毎回大交流会に参加してもらった方にはですね、メッセージとかサインを書いてもらおうと思っています。そして、まあ、新たな試みとしては、大交流会もですね、もう沖縄市ジグザグにね、とどまらず、沖縄県内各地、そして、沖縄県外、もう東京でのね大交流会も決まってますんで、そういう感じでね、沖縄市を飛び出して、いろんなところでね、イベントをですね、やっていきたいなというふうに思っております。私自身ちょっと今片付けますね、片付けながら話しますね。なんか6月29日の大交流会、とっても嬉しかったのはですね、今までのお客さんもお越しくださって、そして新しくね、初めて見に来てくださったお客さんもいて、そして僕なりのね宣伝活動、営業回りをしながらですね、ずっと地道に回っていたところの、方がですね、
見に来てくださったりとか、そういう意味でね、なんかとってもね、僕にとってなんか巻いてきた種がね、少し芽が出てね、少しね、芽が出て、まあまだまだ時間はかかると思いますけれども、なんか新しい展開にねなっていくような気がしましたので、このね、種をまいて、そして芽がねだんだん出てきて、大事に育ててですね、花が開くようにですね、大交流会ね、新大交流会という気持ちでですね、やっていこうというふうに改めて、思うことができましたね。本当になんか自分のね見たい景色というのがねこうあったりするわけですけれども、でも新しい人と出会うことでね、なんか自分の全然見たい景色とは別だけれども、なんか新しいアイデアが生まれたりとか、そういうのはね本当に人との出会いの中でね生まれてくることがあるので、大交流会続けてね良かったなと思いました、そして個人的にはですね、やっぱ大交流会は僕のチャレンジですよね。この6月の大交流会は、今までね例えば洋楽のカバーとかしたことがなかったしね、で、結構 MC ね、おしゃべりも結構気をつけてね、何回もね繰り返して、結構練ってやりました。なので僕の中で成果とね、まだまだやるべきことがある、反省があるなという、このなんか伸びしろがまだあるなというふうに思えたので、とにかくねもっともっとね僕のカラオケの毎日のカラオケ屋さんでのギター練習というのはだいたい2時間なんですけれどもね、カラオケ屋さんでの練習は毎日2時間なんですけれども、それ以外の時間もずっとね音楽のことを考えて、ギターのことを考えて、新しい曲作りのことを考えて、なんかもっともっとね深みを増していけるようにね頑張っていこうと思いました。はい、ということでこれから僕また練習に行ってきますしですね、実は今日はミーティングもね、カラオケ屋さんを利用してカラオケ屋さんの部屋でね、ズームでのねミーティングもありますので、そちらもね僕もいろいろ引き続き、これからの展開に向けてね、仲間たちと頑張っていきたいと思ってますので、皆さん応援よろしくお願いします。大交流会、お越しくださった皆さんありがとうございました。さらばんじ、今日も良い一日を。